ラッパン・バール・サウマの辿った経路。大東を出発して、パリ、ボルドに至り、道中で多くの君主と面会した。ある軍から、フランス王フィリップ四世に送られた、モンゴル文字で書かれた新書の抜粋。1289年の日付が記載されており、サウマについても言及されている。モンゴル帝国の大クビライから与えられた、保国安民の宝の印字も添えられている。 ラッパーン・バール・サウマは、13世紀のウイグル出身のネストリウス・派キリスト教の僧侶。モンゴル人の国家であるイルハン朝の外交施設としてヨーロッパに派遣された。漢文資料ではヘシャゲ品、総務めと表記される。弟子の一人であるラッパーン・マルコスと共に、元朝からエルサレムへの巡礼の旅にしたことで知られる。エルサレムへの巡礼は叶わなかったが、 イルハン朝の外交施設としてヨーロッパへ派遣された。彼は多くのヨーロッパの君主に加えてローマ教皇とも面会し、モンゴルとヨーロッパのキリスト教国との同盟を提案したが成果を上げることはできなかった。バール・サウマは元朝の首都である大都で生まれた。シリア正教会のバル・ヘブライウスの年代記にはサウマはウイグル人と書かれ、中国の資料には モンゴル系遊牧民のオングトの出身と記録されている。ウイグル族の名門の出身である父のシバンは大都の総福祉で観察官を務め、母のケアムタは景況を信仰していた。シバンとケアムタには長い間、子供が生まれず、児食義頭の後に生まれた子供に、彼らは再会の子を意味するバールサウマという名をつけた。サウマは聖職者より景況の教義を学び、 20歳の時に出家像となる。大都の大主教マールゲオルギウスから、低発式を受けた後、7年の間独房に籠もり、さらにその後に、王山形の洞窟に移り住んだ。人里離れた洞窟で信仰に身を放げる、サウマの評価は各地に広がり、名声を聞き及んだ人々は洞窟に集まって、彼の説法に耳を傾けた。後にサウマは洞窟を訪れた恩愚の青年。 マルコスを弟子にとり、マルコスと共に禁欲的な宗教生活を送った。やがてマルコスは、エルサレムへの巡礼を熱望するようになる。最初サウマはマルコスに、道中の苦難を悟して、巡礼を諦めさせようとしたが、ついに熱意にほだされて、聖地巡礼を決意し、サウマは、マルコスと共に、エルサレムへの巡礼に出立する。年から年頃の、 間に二人は、マルコスの故郷である東条につき、オングと王家の軍部下と相部下の艦隊を受けた。二人は、軍部下と相部下から乗馬とロギンを受け取り、東条の経営京都に見送られながら、西方に旅立った。サウマとマルコスの巡礼は、クビライの知るところでもあり、二人はクビライから直礼と通行証であるパイザーが与えられたと考えられている。 タクラマカン砂漠サウマとマルコスが旅立った当時、中央アジアでは、元軍とオゴデイ家のカイドゥの構想が起きていた。西方に至る経路の一つである、西域北道はカイドゥの支配領域に含まれていたと思われ、彼らは、東城から南下し、火星回廊に進んだ。二人は13世紀初頭に滅亡した、聖火の古地、夏州を経由して、サスに到着し、 サスの経京都の下で準備を整えて、タクラマカン砂漠の横断に乗り出す。彼らは、水の補給に苦しみながらも、コ混ン三無役北緑のチャルクリクのオアシスを経由して、2ヶ月かけて、ロトンに到着した。ところがホータンは、グリュークの長子北略奪を受けて荒廃しており、ホータンの次に到着した、カシュガルも、元軍と、カイズの戦闘で荒廃していた。 カシュガルの景教徒から援助とサマルカンドの不代主教への紹介状を受け取り、カイドから通行許可証を受け取って道中の安全を確保するためにカイドがオルドを置いていたタラスに向かう。タラスでカイドからもてなしを受けるが、二人がカイドから特許状を与えられたかどうかは定かではなく、ホラーサン地方に入った後に数度の盗賊の襲撃に遭う。 二人は所持金と荷物を盗賊たちに奪われながらも、ホラーサーンの都市トゥースにつき、トゥース郊外のマールシーオン修道院で現地の僧侶から歓迎を受けた。彼らはネストリウス派の宗主教マールデン派から祝福を受けるため、ネストリウス派の宗主教長が置かれていたバグダードを目指して出発した。バグダードへの道中、アゼルバイジャンの中心都市、マラーガに到着した時、 彼らは、たまたま、マラーガを訪れていたマールデンハと面会することが、できた。マールデンハは、バグダードへ向かう彼らのために、東方の司教たちへの紹介状を書き、案内役を追行させた。西ビスの聖ヤコブ教会バグダードに到着した後、二人は、メソポタミアの都市を見分し、各地の経協寺院や修道院を訪問した。メソポタミアの都市を訪問した二人は東に引き返し、 もうする近郊のタリルの聖ミカエル修道院に落ち着いた。しばらくの間、彼らは聖ミカエル修道院の僧帽で生活するが、マールデン派の要請を受けて、イルハン長のハンアバカの元へ赴いた。アバカから受け取ったマールデン派の法王の地位の承認状を使者に託した後、彼らはアバカの親書を携えて改めてエルサレムに向かおうと、するが、巡礼の旅は困難を極める。 当時のシリア北部は治安が極めて悪いために陸路でエルサレムに到達できる状態ではなく国会方面から海路でエルサレムに向かおうとしたアルメニアの兄を経由してグルジア王国に入るが盗賊が多く出没するため通行が不可能な状態であり国会沿岸部の港に到達することはできなかったバグダードに戻った二人はマール電波の歓迎を受けるとともに 多くの聖地と繊維物を礼拝したことは、エルサレム巡礼と並ぶ価値があるとさとされ、エルサレム巡礼を断念した。そして、1279年にサウマは、巡回総監大主教、ヤバラアハーの名前を与えられたマルコスは、中国北部の大主教の職に任命された。マールデン派は彼らを元へ使者として送ろうとするが、道中で起きた元軍とカイド軍の戦闘が、 出発できず、彼らは2年の間、聖ミカエル修道院に泊まった。1281年に、マールデン派が没すると、公認の総主教に、ヤバラーハーが選ばれた。1282年に、アバカが没し、イスラム教徒であるアバカの弟アフマド・テグデルが、イルハン朝の藩に即位すると、イルハン朝でネストリウス派の弾圧が行われる。サウマとヤバラーーは、政的から残言を受け、 40日長の間、宮廷内に監禁される。アバカの子アル軍がテグデルを撃って、藩に即位すると、イルハン町内のネストリウス派信者は、アル軍の即位を喜び、サウマとヤバラアハーラネストリウス派の構想は、アル軍の元を訪れ即位を祝福した。新たに藩に即位したアル軍は、エジプト。 シリアを支配するマムルーク朝との戦争に際して、西欧のキリスト教国との連携を考えていた。死者の推薦を求められたヤバラアハーハラは、知見と言語力に優れた人物としてサウマを推薦し、ある軍もサウマの推薦に賛同した。現在のハギアソフィア大聖堂の内観サウマは、ある軍の信書と贈り物を携え、1287年に東ローマ帝国の皇帝、 ローマ教皇、西欧の国王のもとへ旅立つ。この時サウマに同行した人物は、モンゴル人貴族のサバディーン、ジェノバの銀行家の一員だったトマス・アン・フーズ、通訳のイタリア人ウゲトラがおり、トーマスとウゲトは1285年にイルハン朝からバチカンに派遣された施設団に加わっていた。サウマは、付き添いの司祭と30頭の馬を連れて、 トレビゾンド帝国が支配する国会南岸部に至り、カイロでコンスタンティノープルに向かった。コンスタンティノープルで東ローマ皇帝アンドロニコス2世から歓迎を受け、またサウマはコンスタンティノープル滞在中にハギアソフィア大聖堂などの寺院や聖遺物を見学した。コンスタンティノープルを経ったサウマたちは再び船に乗り、カイロでイタリアに向かう。 1287年6月18日に一行がシチリア島を通過した際、彼らは火山の噴火を目撃した。火山の噴火を目撃した数日後に、シチリア版島戦争の下中にあるナポリに到着し、ナポリオカルロ2世と面会した。サウマはナポリ滞在中、1287年6月23日から翌24日にかけて、 ソレント湾でのナポリ王国とアラゴン王国の海戦を目撃し、アラゴン軍の勝利とナポリ軍は1万2000の兵士を失ったことを書き留める。旧サンピエトロ大聖堂サウマたちはナポリからローマに向かうが、教皇ホノリウス4世は4月3日に没しており、次の教皇はまだ選出されていなかった。代わりにサンピエトロ大聖堂で数奇教たちと面会し、ここで 数奇教たちから多くの質問を受けた。サウマはネストリウス派の総本山、自らの地位、モンゴル帝国におけるキリスト教の位置づけ、ネストリウス派の教義についてよどみなく返答し、数奇教たちを驚かせた。サウマは、サンパオロフ・フオーリレ・ムーラ大聖堂、サンタ、マリアマジョーレ大聖堂などのローマ内の寺院、聖遺物を礼拝したが、軍事同盟についての明確な返答は得られなかった。 ローマを出発したサウマたちはトスカーナを経由してジェノバ共和国を訪れ同時をはじめとするジェノバ市民から歓迎を受けたこの時にサウマはジェノバで実施されている選挙制に驚きと関心を示したジェノバを出た一行は北に進みロンバルディア地方からアルプス山脈を越えてパリを目指したパリに到着した一行はフランス王フィリップ4世から 盛大な歓迎を受ける。パリの宮殿が一行の宿舎として提供され、フィリップ4世から多くの贈り物を受け取った。サウマはパリ内の寺院、聖遺骨を見学し、第4回十字軍の際にフランスがコンスタンティノープルから持ち帰った聖遺物をフィリップ4世から披露される。フィリップ4世から返礼の施設の派遣が約束され、金品と衣服が贈られた。 当時フランス南西部のカスコーニュ地方はイングランド王国の支配下にあり、サウマはイングランド王エドワード一世が滞在していたカスコーニュの中心都市ボルドーに向かう。一行はパリを出て20日間の旅の後にボルドーに到着し、エドワード一世とボルドー市民から艦隊を受けた。サウマはエドワード一世の要望に応じてネストリウス派の方式に従った生産を行った。 エドワード一世はイルハンチョウに対して好意的な態度を示した上で一行に贈り物とロギンを与えたが同盟の締結に対しての返答はなかった。ボルドーからジェノバに引き返した一行は1287年から1288年にかけての冬の時期をジェノバの著名な資産家の下で過ごした。サウマはジェノバでドイツからの帰国の都にあったローマ教会の 巡回大司教と対面し、新教皇の選出を待ち望んでいることを伝えた。巡回大司教は、ローマに戻り、新たに選出された教皇ニコラウス4世に、サウマのことを報告し、ニコラウス4世はサウマをローマに招いた。15日の旅の後に、一行は、ローマに着き、サウマは、教皇から手厚いサウマたちは、バチカン滞在中に復活祭にまつわる式典を、見学。 そして時には式典に参列した。ニコラウス四世からサウマとヤバラーハーに贈り物が渡され、ニコラウス四世はヤバラーハーオネストリウス派の総主教、サウマを巡回大主教に任命した。さらに女ヒとアルグへの贈り物、生物が新定され、ニコラウス四世はサウマを包容して切吻し、別れを告げた。サウマは教皇からの祝福に感謝するが、施設の目的である。 軍事同盟に関する回答は得られなかった。1288年にサウマ一行は地中海とコンスタンティノープルを経てバグダードに帰国しヨーロッパの君主たちから託された多くの書簡と贈り物を持ち帰った。1291年にある軍が没してある軍の弟ゲーハトゥがイルハンチョウの藩に即位した後サウマはマラーガに景況人を混流する旨を ゲ発ハトに願い出る。サウマの願いでは受け入れられ、1293年にマラーガにイマーリー及びイゲオルギオス記念寺院が完成した。寺院の落成後はバグダードでヤバラーハーを補佐し、1294年1月10日に没した。バールサウマはヨーロッパ行の目的である軍事同盟の締結を果たせないままバグダードに 帰国したが、モンゴル帝国とヨーロッパ世界の交流においては、重大な役割を演じたと言える。ローマ教会は、サウマとニコラウス四世の対面後、ジョバンニダ・モンテコルビーノの使節団を中国に派遣した。東方問題に強い関心を持っていた、ニコラウス四世にとって、サウマがローマにもたらした、東方世界の情報は教皇にとって有用なものだった。 モンテコルビーノたちの派遣の一員にはサウマからの勧めもあり、東西の伝道活動の仲介役を務めたサウマは文化史の面でも大きな役割を果たした。バール・サウマの伝記はシリア語で書かれた書籍、マール・ヤバラーハー三世の歴史の中でヤバラーハー三世の伝記と共に記されている。伝記は1317年以後にシリア人の聖職者によって書かれたものであり、 著者は不明であるが、サウマとヤバラーハーと交流のあった人物と考えられている。西欧の気分については、サウマ本人の著述を元にしていると思われ、同時代の資料と比較しても信用性は高い。時代が下って19世紀に入ると、ヨーロッパでマールヤバラーハー三世の歴史の訳本が出版される。1887年にクルディスタンで、 伝道活動を行っていたフランス人サロモンが発見した現地のネストリウス派キリスト教徒の青年が読んでいた写本がヨーロッパで出版された本の元となる。1888年にフランスの神父ベジャンガパリで写本を出版し、1895年にアベシャボーがフランス語訳版を出版した。1928年にはイギリスのウォーリス・バッジが マールやバラーハー三世の歴史をシリア語から英訳したザ・モンクス・オブ・キューブ・ライ・カーンがロンドンで出版された。写本はロシア語訳本の他に日本では1932年に佐伯義郎によってバッチの英訳本を元にした翻訳本が出版された。しかしバッチが訳したシリア語版の電気は原本であるペルシア語の電気を参照しておらず、 多くの箇所が省略されており、ダイジェスト版とも言えるものである。吉田虎、相馬、キリスト教人名八百825ページでは1225年生。ハット君部下はグユークハーンの娘婿、アイ部下はクビライハーンの娘婿にあたる。サウマはイルハン朝からヨーロッパに派遣された最初の人物ではない。サウマの派遣に先立つ1285年に、 別のネストリウス派の僧侶イーサが、ローマ教皇への使者として派遣されていた。ローマ教皇ニコラウス四世から、サバディンに送られた書簡では、アルクンの子に由来するの名前で呼ばれている。249ページ卓形にされたイエス・キリストが、被せられたウバラの冠、聖十字架の破片から作った木製の十字架、トスクルムのヨハネ。彼は、 ハプスブルク家のルドルフ一世の体幹式の準備のため、ドイツを訪れていた。ナタ、十三世紀の正方形文録、五十九ページ、ABC ナタ、十三世紀の正方形文録、六十ページ、サグチ、モンゴル帝国と、西洋、百八十三ページムール、AC、クリスチャンズ・イン、チャイナビフォー1500、94アント、百三オールソペリオット、 ポール・イン・ティ・アン・パン15、630から636ページ、エビ・スギアマ、モンゴル帝国と長いその後、242ページなた、13世紀の西方圏文録。ありがとうございます。